皆さん、こんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、人間はたった一言で180度変われるというテーマでお届けいたします。アナウンサーの安住紳一郎さんが日曜の午前中に TBS ラジオでパーソナリティを務めている日曜天国という番組があります。私はリアルタイムで聞いたことありませんけども、BSN ラジオクラウドで番組の一部を聞いています。便利なものでスマホからも聞くことができます。もう日曜天国を聞き始めて5年以上が経ちます。安住さんの軽快な語り口調と痛快なエピソードが何ともいい感じです。昨年の11月20日の放送でアルバイトの思い出というテーマでリスナーから体験談を募集したことがありました。その中で安住さんが大学時代にやったアルバイトの話が大変興味深く、経営やコミュニケーションに役立つ内容だったので紹介します。このエピソードは人間はたった一言で180度変わることができるということを改めて思い知らされました。安住さんは埼玉県浦和市のファミリーレストランでアルバイトをしていました。その時の店長児玉さんにいろいろなことを教えられたそうです。相当厳しい店長だったようです。今日の本物の商売を目指すポイントです。このファミリーレストランの近所に大きなスーパーがあり、時々朝6時から大きなセール、朝一のようなものをやっていたそうです。そのセール目当てのお客様が買い物帰りの6時半ごろ、このファミリーレストランに寄って朝食を食べます。そのセールに当たると4人のスタッフがいないとお店が回らないそうです。ところがスタッフが急に休んだのか、児玉店長がセールがあることを忘れていたのか、スタッフのシフトを間違えたのか、児玉店長と安住さんの2人だけのスタッフでした。あまりの忙しさに安住さんは切れそうになったそうです。お兄ちゃん、こっち、まだ頼んでから何分経ってんのよ。おしぼり、朝がゆセットの漬物がないぞ、などのクレームが殺到。安住さんは申し訳ありません。今伺います。少々お待ちくださいませ。なんて言いながら仕事を続けました。おしぼりを出してメニューを見せて注文を取って食べ終わった皿を片付けてテーブルを拭いているとてんやわんやの大忙しです。こんな状態が3時間ほども続いたそうです。安住さんは児玉店長とすれ違うたびにアルバイト人でこの店の数を回せるわけじゃないじゃないですかと何度も訴えました。その時児玉店長は全く笑顔を崩さず、安住文句言ったって仕事進まねえぞ。お前の小言でトースト一枚焼けるのか。泣いてる暇があったら皿の一つでも下げてこい。と言われました。安住さんは泣きそうになったそうです。そして9時になり他のアルバイトが来てお役御免になりました。安住さんは怒りが収まらず着替えを終えてロッカーから出ると児玉店長のところに向かいました。店長もう今日で辞めさせてくださいと言いに行くつもりだったんです。辞めるという決意は 100% 決まっていました。そして店長の顔を見て、店長僕もと走った後、児玉店長に記録作ったな、俺とお前で記録を作ったぞと言われました。このファミリーレストランチェーンの南関東地域の1時間あたりの売上記録を作ったというのです。安住さんはこの一言で辞める気持ちが吹っ飛んだそうです。結局それから2年近くアルバイトを続けたというのですから、人間の気持ちというのは不思議です。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。